今我が家のお風呂に来ております。今回はですね、小窓の下のところですね、この水垢を落としていきたいなと思います。水垢を落とす前に黒カビがポツポツあるんですよね。クロスでまず水拭きして、今濡れましたのでちょっと水垢が目立たなくなりましたが、乾くとまたもやっと出てくると思いますので一旦乾かしますね。ペーパーで拭いて乾かそうと思います。水垢出てきましたね。この水垢を落としていきたいなと思います。使う洗剤はこちら、生ハゲお風呂用です。そして桜たわし、まずはスプレーして縫い広げます。このまま15分ほど放置しようと思います。はい、15分経過しましたのでまた洗っていきたいと思います。次はシャワーですすぎます。次に水気を拭き取ります。最後にから拭きします。完全に乾いた状態になりました。水垢なくなりましたね。同じやり方で浴室のですね、水垢は落とすことができます。ただ壁面の場合は15分間放置するときにペーパーで湿布する必要がありますね。そのままだと液が垂れていきますからね。どうもありがとうございました。